こんにちはじゃなくてこんばんはですね。長野市議会議員の小泉一馬です。今日もツイキャス、長野市の公園廃止問題、たった一件のクレームによって青木島遊園地が廃止の危機にあるというお話、全国の皆さんから青木島の子供へのねパワーを送っていただいて本当にありがとうございます。でね、昨日ですね、小泉は実は青木島遊園地の隣の児童センターに行きまして、子供たちのね声を実際に拾ってきました。あの付箋にね、この公園でもし遊べるなら何がしたいですかと聞いてきました。で、鬼ごっこがしたいと、かくれんぼがしたい、みんなで遊びたい、鬼ごっこしたい、鬼ごっこ結構人気ですね。鬼ごっこはしたい、鬼ごっこドッジボール、鬼ごっこしたい、鬼ごっこ、鬼ごっこドッジボール、ドッジボール、鬼ごっこドッジボール。これね、ちょっと俺ね、今解読できなかったけど、カフェのね、なんかカフェのお店屋さんごっこみたいなのをしたいんだってね、泣きながら書いてくれました。これはね、サンタさんです。で、運転を全部やりたい。あの、ぶら下がってね、伝わっていくやつ。みんなで遊び回りたいです。そうですよね、本当にね。よいしょ。ドッジボールしたい。学校のみんなと鬼ごっこしたい。父ちゃんと一緒にラジコンをしたい。ブランコしたい。ブランコ今ないけどね。できたらいいよね。みんなで遊びたい。おままごとをしたいです。ということで、まあね、こういった子供さんたちから遊びの、遊ぶ権利を保障する長野市の施設。簡単に長野市はクレーマーとのお付き合い。もうめんどくさい。もう嫌だ。泣き出してしまっていいんだろうかということですね。でね、あの、実はね、小泉さんをはじめとして、青木島遊園地廃止しちゃって、本当にいいんかっちゃって、思う方々のところには、もう今ね、デマ攻撃がひどくて、その一つがね、この方なんですけれども、あの、長野公園廃止問題を炎上させる感情的な人たち、炎上させる感情的な人たちってどういうこと？子供の権利があるんだから守らなきゃいけないっていうのは、感情的な問題として、まあ確かにね、エモーショナルなものあるかもしれないけども、炎上させるって、炎上させてるのはどっちなんだよってことですよね。で、老人クレーマーで子育て世帯という単純な図式、まあ俺はそうでもないんだけど、そうじゃなくて子供の権利を考えろよということだよね。で、この老人と子育て世帯ってことで、これもね、子供っていう視点が落ちてる、なんか昭和の人の発想だよね。で、こういうんで理解してるってところがまず無理がある。そもそもね、この人の見解があるんだけど。で、この人が、書いてるのは、ヤフーニュースなんですよね。ヤフーニュース。だから、それなりに影響力がある記事ですよね。もうヤフーニュースにしてもらいたくてみんなしょうがねえじゃないですか。俺もね、一二度ヤフーニュースになったことはある。本当ですよ。あのね、政治山とかで書いたんだよね。あれ、ここにないのかな？コメントないのかな？でね、これね、あの、デマだっていうのはこの辺ですね。この借地による公園児童遊園地の話してるんですけども、契約期間の長短は自治体によって異なるが、おおむね15年か20年といったところが相場で、長野市では20年と定められていた。すいません、私そんな話初めて聞きました。で、問題になった青木島遊園地も、借地公園、確かにそうです。ここまではいい。だけど、2004年に契約を交わしている。初耳です。そこから20年間が契約期間に当たるから、契約終了は2023年3月末となる。つまり来年の3月末ですよ。つまり、契約期間満了で、めでたしめでたしで公演が廃止になると。そういうストーリーをこの人は強調したいらしいんですね。で、今回は青木島遊園地の廃止は近隣住民のクレームが原因とされたが、で、実は契約が消えて更新されなかったが実情と言えるだろうと。
これ親切ですよね。俺にとっては晴天の霹靂で、あ、そうだったんかいみたいな、一瞬焦りましたけど、でも考えてみればね、小泉のとこにもう突っかかってくる人がいて、そういう人たちってね、たまに、だって契約切れるでしょって言う人いるんですよ。で、20年の契約ですよねとか、あなた知らないんですかとか、いや、ちょっと待って。俺誰だと思ってんの？小泉さんですよ。で、この件については第一人者と辞任していますけれども、でね、これ書いた人は、小川博さんっていうのかな、これ。こいつ言ったな、この人ね、小川さんですよ。小川博さんだ。小川博さん。もうこれはね、可愛いアイコン使ってますけど、小川博さんっていう方で、まあ、一応ジャーナリストっていうかライターって名乗ってますね。で、講演廃止、ファクトチェック、借地契約で、下記につき記事を訂正してくださいって申し入れました。長野市民は迷惑してます。2004年4月に契約、これ違います。契約終了は2023年3月末。どうせ契約期間ということで言えばね、契約期限という意味では言えば違います。それから廃止は近隣住民のクレームが原因ですが、契約契約更新された方は実情、これも違いますよね。明らかにクレームが原因ですよ。で、こうやってね、クレームが原因だって、もう日本全国みんなが知ってんのにそうじゃないんだよって投げかけてくる。こんな嘘ついてまで。明らかに何らかの意図が介在してるよね。だから俺はこれは、もう間違いとかそういうレベルじゃなくて、捏造だって。クレームによる公園廃止という事実を、曲げようとする、賠償化しようとする、小さく見せようとする、捏造だって言ってます。で、これは小泉が貼ったね、契約の書式ですけれども、まあ、そっちの書式の方を先にお見せしますけれども、これが土地賃貸借契約書ですよ。でね、ここに賃貸借期間は令和2年、つまり、令和2年って何年、ね今、令和4年だよね。だから2020年ですよ。2020年から令和7年。つまり、2025年かや？ん？何年？ 3 年後だから、2025年。いいんだよね。3月31日とすると書いてあるわけですよ。だから、さっきの、この2004年4月に契約交わしてるっていうのは、違うよね。2004年4月に、まあ、その前の契約を交わしてるって意味じゃないよね。だって、そっから20年間が契約期間で、長野市は20年間が契約期間だと定められてたっていうのはこの人の主張だから。でもこの20年間も、これ嘘で、本当は5年契約なんですよね、青木島遊園地の場合。だから言ってることはめちゃくちゃなんですよ。なんか、勝手に、20年契約で、ちょうど2023年3月に契約が終わるから、めでたしめでたしで、そこで返せばね、廃止完了じゃないですかと。で、沖島遊園地の廃止は近隣住民のクレームが原因じゃないんだよって。だからこの、クレームが原因とされたっていうのをねじ曲げるから俺は捏造って言ってるけども、明らかにこの前提からして違ってるじゃないですか。契約の内容からして。だから小泉さんは怒ってるんですってね。こうやって、なんかね、デマを扇動するのやめてほしいんですよね、こういう嘘くさい情報。だってちょっと考えればわかるじゃないですか。本当にね、契約期間満了で地主さんがもう契約更新しない、土地を返してくれって言って、廃止になるんなら、こんな騒ぎにならないはずじゃないですか。でしょ？よく考えてください。ですよね。だって、契約期間満了で地主さんが返してくれって言うなら、それしょうがねえよなって話にならない。いや、少なくとも、それ残念だねっていう話にはなるかもしれないけど、少なくとも今ほどでかい騒ぎにはなってないよね、こんな。新庁が取材に来るまで。契約期間満了でこの遊園地が廃止になるって言うんだけど、どう思いますかとか、来ないっつの。でね、そういうちょっとリテラシーを持った人ならね、メディアの、なんていう、眼光支配に徹するまでもいかないですよ。ちょっと、おかしいなって思いながら読めば、
こんなの全然嘘っぱちってわかるじゃないですか。うん、でね、この人に俺は、それ違うじゃないですかって、ツイッターで、抗議して直してくださいって言ったって話したじゃないですか。で、そこから言い合いになって、もうすぐですよ。小泉さんは、なんか、前回の選挙で最下位でしたよね、みたいなことを言ってきやがって。ってことはさ、すぐそういうのが返ってきたってことも、あらかじめ小泉一馬はどういう人だっていうのは分かってんだよね。で、分かった上で、小泉たちの主張をねじ曲げようとして、こういうことをやってるんですよ。謀略ですよね、一種のね。と、私は解釈いたします。個人的見解です。ねえ、ちょっとひどいと思いませんか？で、これ書いた人は、あ、この人ね、小川ひどうさん。こんなテンパの、テンパかどうかわかんないけど、人なんですけど、なんか行政史編集など得てフリーダンスだって、これまで内閣記者会にしか門戸は開かれていなかった総理大臣官邸で開催される内閣総理大臣関係に、会見に史上初のフリーダンスカメラマンとして出席って、もうなんかすごいんだから、すごくないんだからよくわかんないよね。だからそんなすごい人が、なんでね、なんでさ、そんな経験も豊富な人が、総理官邸の会見に出られるような人が、長野市役所に電話一本かけて、青木島遊園地のあの例の話題になってるんですけど、契約ってどんな風だったか、契約期間と契約の始めと終わりだけ教えてくださいか、くださいなって言えば、教えてくれると思いますよ、記者さんならね。記者ですって名乗れば。普通の人はどうかわかんないけど。それ、だから、そういう、当然、やらなければいけない、裏取り確認すっ飛ばしてんだよね。すっ飛ばして、さっきの、あれどこ行っちゃったこの辺、この辺、この辺書いてんですよ。これ、捏造ですって私は言わせていただいてます。だって、こんなの、普通、こんな間違い起こり得ないですよ。意図的にやってると言うたってしょうがないですよね。で、この人はね、近隣住民のクレームは原因とされたがって、実は違うんだよって言いたいわけじゃないですか。だから、それも、もう、日本全国の国民が分かってる話じゃないですか。これ何度も使う、このね、弁護士さんの会見記録、すごく役に立つんだけども、ここにね、書いてあるじゃないですか、この辺、この辺。で、最近では子供の声がうるさいので、遊園地で児童センターや保育園の子供を遊ばせるなと言われ、児童センターの子供は今年の3月から使用せず、また保育園では会話のできない2歳以下の子供を少人数で利用するなど、その、なんとかさんによって、くれまさんね、遊園地の利用が制限され、ほとんど利用されていない。そのため遊園地を廃園の検討をしているとか、はっきり書いてますよね。おっと、はっきり書いてますよね。そのクレーマーさんの干渉によって利用できないから遊園地が。だから廃園したいと、検討していると。はっきり書かれてるじゃないですか。で、こういう客観的な事実、行政文書があるのに違うんだよみたいなことを投げかけてみる。非常に悪質ですよね。本当に小泉一馬怒ってますよ。でね、たまにね、なんか地主さんが返せって言ったから返すんでしょみたいなことをね、言う人いるんですよ。地主が開発しようとしてんじゃないのとか。ね、俺もだからこういうのあんまり進んで出そうとは思わないんだけど、そういうこと言われちゃうと地主さんの名誉も絡んでくるからね、出しちゃいますけど、これ4年2月7日起案の電話交渉ですよ。令和4年2月7日11時30分から11時45分。で、公園緑地課と地主さんの電話の内容です。で、交渉の主、地元関係区長から廃止要望があった青木島遊園地の地権者に、遊園地廃止の報告、現状復旧方法の確認及び借地返還の時期等について訪問し説明するための日程調整。まあご本人宅にお伺いしたいと電話じゃ何なんだね。その下打ち合わせの電話なんだけど、
もうそのね、公園緑地課長が、ちょろっと令和4年3月31日をもって廃止するなんて言ったら、あれ、令和4年？今令和何年だっけ？今令和5年じゃないの？そうだよね。ん？これ令和5年の間違いだね、きっとね。って言ったら、地主さんが突然廃止すると言われても困ると。そもそも当時の関係区長同士が、区長がどうしても必要な遊園地であるため、ぜひ協力してほしいとお願いされたんだと。そんなに簡単に廃止していいのか？にゃ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 。ここは多分、クレーマーさんが何とか言ってんのかみたいなこと書いてあるのかもしれないけど、非常に立派なご対応ですよね。そんな簡単に廃止しちゃっていいんですかって。あの公園はみんなからお願いしたみんなのものじゃないですかって。そう言ってらっしゃるんですよ、地主さん。で、区長会から廃止の届けがあった。っていうことを、言ってるけれども、ここにも書いてありますよね。なんとかさん、クレーマーさんから子供の遊び声やボールの遊び方等で苦情が寄せられていて、利用しにくい遊園地となっておりみたいな。これは本音ですよ。ね。で、苦情が寄せられたから廃止なんですかって、こう、地主さん怒ってますよね。そんなつもりで、そんなんで諦めるぐらいの公園だったのかと。俺はそんな事業のためにご先祖様からお預かりした土地を、農地を提供したのかと。怒ってらっしゃるわけですよ。で、もういい突然の話で今は何も言われてもダメだと。もう取り合ってくれないんですよ。で、この一週間後にね、また電話して、じゃあしょうがないねってことで会う段取りはついたんだけれども、でね、地主さん、このぐらい考えてくれてる人なんですよね。だから、地主が返せって言ってんじゃねえかみたいなこと簡単に言わないでほしいと思います。もうみんな憶測で言うのやめてくださいね。小泉は事実に従ったことしか言えませんからね。思いますって時は思いますって言えますよ。よいしょ。でね、あとね、これもちょっと小泉さんは、プンプンってお怒りなんですけれども、何かっていうと、これテレビ朝日ね、俺のとこに来て、俺の資料全部写真撮ってったくせに、クレーマーの言ってる方を採用してるんですよ。俺の書類じゃなくて。で、どういうことかっていうと、毎日家の前で児童センターの子供が40人から50人で遊ぶ状況を想像をしてほしいと訴えます。で、隣接する児童センターの職員が子供を遊ばせる際、拡声器を使って指示しているのがうるさくてやめてくださいと言った。地域に公園がある方が良いというのはよくわかる。しかし、定年して家にいるようになると、その騒音が毎日続くことを知った18年間、妻はそれをずっと我慢してきた。ちょっと、40、50人が、毎日続く18年間ずっと我慢してきた？それ、あなた言ってること違ってきてますよね、クレーム言ってる方。で、これは、市長のね、廃止についての説明資料、公園緑地課が市長に説明するときに作った資料ですけれども、ここには何て書いてあるかっていうと、なんとかさんの声、これクレーマーさんですよ。で、児童館4、50人の児童が一斉に指導者の拡声器の号令のもとに遊ぶとは言ってるけど、解説当初でしょ？で、18年間毎日なんて書いてないんですよ。で、これ、クレーマーさんの主張に従って書いてますからね。で、クレーマーさんも最初は解説当初はそうだったって言ってただけなのに、なんかメディアが来始めたら、18年間、40人から50人、ずっとやってたと。言い方変わってきてるじゃないですか。でね、拡声器を使ってとか、これも毎日ってことですよね。でね、俺はこのクレーマーさんたちに何の恨みもないし、まあ、罪を憎んで人を憎まずって言うじゃないですか。クレーマーばっかりってね、市の職員困らせたりしたのは、よろしくないと思っている。で、
弁護士さんは脅迫とか業務妨害に当たるっていう見解を出してます。顧問弁護士、長野市の顧問弁護士が。それもよろしくないと思ってます。だけど、あなた方は、そのね、今のお宅で、平穏に今後も住んでいただきたいと思ってますよ。だけど、拡声器を毎日使っているかどうかなんて、その近所に住んでる人みんな知ってるでしょ、本当はどうなのかってこと。知ってますよ。あのうちはどうしてそんなこと言うんかねって。思われたじゃまずいじゃないかなと俺は思いますよね。だからそういうことはね、当座しのぎにはなるかもしれないけれども、ちょっとよく考えていただきたいと思いますね。で、最近の信濃毎日新聞は、その、去年の3月にね、いよいよクレーマーさんたちが乗り込んできて、5人ずつじゃなきゃダメだよって、音を立てないで遊んでくれよって、で、そんなことできないから使えなくなっちゃったわけだけども、その前までは、まあまあ遊べてたと。どういう遊び方かっていうと、それでも、週に2、3回、2、30人ずつだって、そんな書き方してましたよね。で、俺も昨日、児童センターに行って職員さんに話聞いたらやっぱりそうだって。週に2回だって言ってました、その人は。2、30人ずつだって言ってました。毎日毎日じゃないですよ。18年間ずっとじゃないですよ。4、50人なんてとんでもないですよ。で、拡声器は一度使っただけですって。ずっと昔に。苦情が来たから。そういうね、印象操作をね、するのはやめていただきたいと思いますよね。まあね、名誉教授だからね、俺も言うけれどもさ、普通の本当に変哲もないオタクだったらね、俺はそんなこと言わないですよ。だって子供をさ、育てるのが仕事だったはずじゃないですか。いい学生育てるのが仕事だったはずじゃないですか。名誉教授までなった方じゃないですか。でね、他のメディアも、まあ、そんなようなことを報道してるんだけれども、毎日が4、50人とかね。だけど、18年間、毎日って、無批判に流しちゃったのはテレビ朝日ね。ここ、羽鳥慎一さんのモーニングショーは割といいこと言ってくれたなと思ったけど、ちょっとこれでね、がっかりカリカリですよ。プンプンですよ。しっかりしてください。小泉さんの資料何のために持ってたんですか？それ読み込んでください。で、これさっき見せた資料ですね。よ。あれ、これ関係ない。あ、そうそう。それでね、新しいネタが出てきまして、俺ね、他の人から聞いたんですよ。俺が自分で調べて気がついたわけじゃないんですけれども、何かっていうとね、これ、請願文ね、議会に出てくるわけですよ。こういうお願いしたいんですってことで出てきたんですけど、これアジアと日本の平和を、と、安全を守る長野県東北新フォーラムっていうとこから出てきました。で、高津さんという方が代表者ですよね。で、国の存立を全うし、国民を守る懸命のない安全保障体制の整備についての閣議決定と、それに基づく法制化を支持する請願というものが出てきたんですね。で、当時これ採択されました。通したんですね。安保法制ってほら、賛成反対って当時は結構、なんか政治闘争が行われてたじゃないですか。で、この請願項目っていうのは、本審議会から国会及び政府において国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についてとの閣議決定による法制化を慎重審議の上進めるよう要望する意見書を出していただきたいということで、進めるよう、つまり賛成する内容なんですよね。で、一応ね、慎重審議なんていう飾り言葉はついてるけども、進めるようにっていうことで、この安保法制を進めるようにっていう請願は、当時自治体の中でも、なんかね、数例、10まで届かないぐらいの数しか、通した議会はないって聞いてます。あとはみんな反対だったって聞いてますね。で、なんで今頃こんなこと言い出すかっていうと、アジアと日本の平和と安全を守る長野県東北新フォーラムっていうのが、統一教会の関連団体らしいんですよ。これが、その、全国フォーラムだけど、今ね、なんだ、メンテナンス中なんですよね。で、これ見ると、これウィキペアだけども、アジアと日本の平和
と安全を守る全国フォーラムっていうのは、世界平和統一確定連合、旧統一協会の関連団体ですって出てきます。で、安保法制の強化を目的とし、とりわけ緊急事態法の制定推進に力を入れているということなんですよね。で、そういう団体が請願出してきて、通しちゃったっていうことなんです。でね、この請願っていうのは、紹介議員っていうのが必ずつくんですよね。一人誰か、わかりました。じゃあ私がそれ持っていきましょうっていう議員さんをつけるルールになってるんですよ。で、俺、請願書の紹介議員って、もうホームページですぐわかると思ったら書いてないでやんの。書いてないからまた調べますねっていうのは、これ、紹介議員は統一教会関連団体とつながりがあったんじゃないかっていう可能性、疑いありますよね。で、これがその時の請願の丸×だけれども、まあ、親友会は賛成、公明党は賛成、あとは全部反対で通っちゃうんですよね、長野市議会の場合ね。で、これ見ると親友会、こういうメンバーですよ。まあ、公明党じゃなくて、おそらく親友会の方から、誰かさ、紹介議員となって出してきたんだと思いますけれども、ただこれ見るとね、今いる人っていうと、まず、松田光平さんね。この人、統一教会と関係あるってことで、報告した人ですよね。で、あと宮崎春夫さんもまだいる。市川和彦さんもまだいる。三井常光さんもいる。寺澤さゆりさんも、小泉英寿さんもいる。それから小林吉奈さんもいる。西澤俊一さんもいる。金沢氏さんもいる。で、から若林翔さん、北沢哲也さん。で、この北沢哲也さんっていうのも、やはり関係がありましたっていうことで、記者会見した4人の中に入ってますよね。そうすると、この松田光平さんか北沢哲也さん、統一教会と過去に関係がありましたっていうことで、報告はしたけれども、この件は入ってないんですよ。つまりね、アジア日本の、アジアと日本の平和と安全を守る長野県東北新フォーラムっていうところに、ところと、平成27年3月、関係があったと、紹介議員になったと、いうことは報告されていないんですよね。だからこれ誰が紹介議員だったのかっていうことで、ちょっと調べてみたいと思います。いずれにしてもこの中の誰かが紹介議員になってるということだから、議長にこの件が報告がなかったっていうのは、報告漏れがあったということになります。キャーってことですよね。で、まあ、これは当時ね、こんな形で報道もされたと。いうことですが。でね、これ調べていくと、なかなか面白くて広がりが出てくるお話なんで、もうちょっとね、深掘りして皆様にお伝えしたいと思います。なんかね、よその市のことについても、ちょっと面白い話が出てきました。結構スクープ級のお話ですね。新米さんが来たら、5000ぐらいで情報を譲ってもいいですけれども。まあ、面白いお話が出てきましたので、また皆様、小泉一馬の小いちゃんライブ、楽しみにしていてください。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。おやすみなさい。